今の声、一体どこから聞こえてきたのだろうな。まっすぐ進んでね。そうしたら私たちは感動の再会を果たせるわよ。そうよ、そのまま、まっすぐね。
待ちかねたぞ、ルオーナの聖騎士。<笑>ようやくここまでたどり着いたか、この遅刻豆。アス、さっきから思っていたが、お前はこの者たちと知り合いなのか。 俺様と貴様が友情など育んだ。いいか、俺様の友達は剣だけだ。そう、この羅刹剣だけが俺様の友達なのだ。<笑>余計なお世話だ。それにしても貴様、またしてもこの俺様に歯向かってくる気か。証拠りのない奴め。いいか、
様を倒すため、王子様はあれから日々特訓したのだ。今日こそは王子様の剣の錆となるがいい。今は 150% に増量中だ。行くぞ、あの伝説の銀マラセツ剣のニューバージョン、爆裂銀マラセツ剣を受けてみよう。前よりパワーアップしたはずなのに、なぜに俺様は負けてしまったのだ。な、何？さすがは我が生涯のライバルだ。なかなかやるな。この俺様と戦うために死に物狂いで精進するとは。この男、もしかしてあの銀魔王と恐れられているクロードか。おう、俺様を知っているとはなかなか通な娘だ。それに免じて俺様が正義の口づけをお前にくれてや。うわあ、頭は床にめり込んだじゃないか。貴様何をする。貴様、この俺様に向かってそんな偉そうにしていいとでも思っているのか。あの怒ってくれて嬉しかった。ありがとう。行くな、二人の世界に行くな。もっと技を磨いて必ずあの男を倒してやる。くそThank you.
リジェルド様、あなた方もここまで進んでいらしたんですね。さすがですわ。陛下、あなたこそご無事で。ええ、この方が私を護衛してくださっておりますから。 いえ、恐れ多い。私などより陛下の方がよほど強くて、かえって護衛していただいているくらいなのですから。そんなことはありませんわ。ええ、本当に無事にこの塔を再び我が強国の手に取り戻せると良いのですが。おっしゃっているのですか。ええ、あの時のルフィーナの言葉があれから気になって。私もそうですわ。なんだか不吉な言葉でしたから。その上、言葉の意味するところがどうもつかめない。だから余計に不安に駆られる。そういえば今までとは違って何の前触れもなかったな。もうああなることに慣れたんだろうか。苦しむことがなくなったのですから、私には良いことのように思えますわ。あの変貌を遂げる前のルフィーナは見ているこちらの方が辛いくらいでしたから。何にしてもとりあえず気をつけるようにはしましょう。では私たちはこちらの道をたどります。あなた方に神のご守護がありますように。陛下、どうかお気をつけて。アス、どうした？もしかしてルフィーナのことが気にかかっているのか。そうだな。何事もなければよいのだが。